はい、コーツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとね、オフハウスじゃねえ、ホビーオフの方に行ってね、ちょっとね、購入してきたものを紹介したいと思います。はい。いや、まあ、近くのホビーオフに、行ったんですが、まあ、そこでね、ちょっと気になるのを何点か購入したんですけれども、まあ、小物ですね。ちっちゃいものですけれども、紹介していきたいと思います。はい。まずね、一つ目がね、こちらになりますね。はい、じゃじゃんと。これ、わかりますかね。なんかのシリーズなんですけど、これね、前買って、まあ、紹介はしてないんですけど、タオパイパイが出たんですよね。それの何段か後くらいのやつかな、これ。まあ、持ってなかったんですよね、自分ね。一回タオパイパイの悪夢を見てから、このシリーズ買わなかったんですけど。まあね、結構安かったんでね、購入しました。定価これいくらぐらいだっけ ?500 円ぐらい。それがね、こちらです。じゃじゃん。324円。はい、324円で売ってたんですよね、うん、多分定価以下だと思うんだけどね、いやこれお買い得と思ってね、いやこれがねちょっと安かったんで購入したんですけど、まあ、ちょっとね組み立ててみましょう。これ何が重いってね、これ台座がねすごい重いの、これ。あ、これこうやってこう向きだったっけ、これエフェクトじゃん。で本体見ていきましょう。いいね、スーパーサイジンブルー悟空、これがこれが多分ここに入るんですね。これギュッとで飛んでる感じでね、でこれを多分ここの穴にぶっ刺す、多分これで OK だと思うんですよね。これでこうこういう感じですよね、こうゆらゆら揺れるスイング、おお、いいね、面白い。いやこれね、タオパイパイは出たんだけどね、もう開封 しなかったですね。開封せずに押し入れに入ってますね。これいいな、ほらすげえ倒れない。へえ、はい、でお次がですね、これはね、多分おそらくですけれどもね、じゃじゃじゃんとこちら、多分これはこれだよね、このあらりちゃんなんか見たことあるなと思ってね、確かはこれで見たような気がするんだよな、なんかめっちゃ出来いいですよね、このあらりちゃん。悟空の道着を着てるあれでね、これがね、お値段がまあ箱なしで開封されてますけどね、はい、じゃじゃじゃん324円。まあこれを安いと捉えるか高いと捉えるかは分かりませんが、わあこれ自体集めてないんですけどね、ただ思わずこの出来を見てね、おいいじゃんと思って買っちゃいました。できいいよ、やっぱ。うわいいね、このあられちゃん、キーンつって、すっごい、いやいいね、
ちゃ可愛い。いやこれはいい、これはいいですね、うん、出来がいい、こんなわけちっちゃいの。で続いてがですね、まあ、ガチャガチャシリーズですね、こちらです。はい、まあね、まあ、ご存知の方はいると思いますが、UDX です。 UDX じゃねえ、 UDX は秋葉原ですね。UG だっけ、アルティメットグレードだっけ、うん、それのシリーズ500円ガチャガチャですね。はい、それのベジータ、いやねこれ持ってるんですけど、まあ後でお見せしますけれど、持ってるんですけどね、思わずちょっと安くてね、いくらかって言ったら、じゃあ216円、安いと思って、元500円ですよ、すげえ安いと思って、思わずちょっと買っちゃいましたけどね。はい、いやこれ持ってるって開封しませんけど。であともう一つがですね、同じシリーズ UG なんですけど、こちら、じゃじゃじゃん、はい、これ悟空です。スーパーサイジンブルーの悟空なんだけど、これ確かね通常と海王剣バージョンなんだよね。でこれ色味からしてこれ海王剣バージョンだと思うんだよね、うん、俺これねガチャでねやって海王剣バージョンだけ出なかったっていう記憶があるんですよね。うわ海王剣だけ出ねえと思ってね、結局どうしたんだっけ、自力で引いたんだっけな。まあこれも持ってるんですけど、はい、でそれがですね、お値段が、はい、じゃ324円。うわーと思ってね、待っときゃよかったかな。これも定価割ですからね。いやマジかと思って、まあ、持ってるけど買っちゃいました、予備としてね、まあ、何の予備かは分かりませんが、でですよ、今更ですが気づいたんですが、このベジータ台座ついてねえじゃんと思って気づくの遅えよってね、あ台座ついてねえやと思ってまあね、持ってるやつのベジータが傷ついた時に買いとしてね、うん、交換用として、はい、届きましょう。まあ、こっからはね、ジャンルは変わるんですが、まあ、ちょっとね気になったものがあったんで、これも多分ガチャガチャだと思うんだよな、知らなかったんですけどね、うん、まあ、全然ジャンル違いますよ、うん、こちらです。じゃじゃじゃん、はい、まあ皆さんわかりますかね、東京グール、はい、こちらねちょっと自分コミック読んでるんですけど結構好きなんですよね、うん、それの金木剣ですよね、うん、グール化、うん、これがねこの状態がねすっごい好きなんですよ。 なんつうんだろう、この中二病をくすぐるようなこのフォルムすぐこのね片目だけ、これいいなと思ってね、購入したんですけど、これも定価いくらなのね、300円くらいかな。で、まあ、216円。うん。ああ、216円だったら、買おうかなと思ってね。うん。まあ、買っちゃいましたけどね。これは、一応、まあ、持ってないっつうか、知らなかったっつうかね、全然、東京グール自体がその時は
多分興味がなかったというかね、この立体物自体は興味なかったと思うんですけど、はい、いや、いいね、うん、いや、出来いいですよ、これ。いや、いい、この中二病感をくすぐるな、かっこいいな、いい、うん、まあ、ということでね、これ全くジャンルが違うものなんですけどね、はい、ということで以上でね、購入してきたものなんですけれども、まあね、おまけとして、自分が持っている U 字コレクションをね、ご紹介したいと思います。はい、こういう感じでね、飾ってますけれども、おそらくね、確か、前段をコンプしてると思うんだよな、はい、このね、奥にさっきのベジータいますね、ちょうど台座ついてます。さっきこれを見てね、あれ台座ついてねえと思ったんですよね、はい、で、下の段がこんな感じ、まあ、手前のね、この3体はプレミアムバンダイ限定品ですね、はい、で、奥にはベジットで、クーラーで、下の段、はい、これがさっきの海洋圏と通常、はい、トランクスで、ゼンちゃんがなんて2体かっていうのはね、アニメを見てる方だったらわかると思います、はい、はい、っていう感じですね、はい、で、ちょい行くとね、ちょっとドクタースランプのね、ちょっとジオラマが飾ってありますけど、はい、これお気に入りですはい、っていう感じでね、UG の、紹介を終わりたいと思います。はい、っていう感じでね、うん、まあ、紹介させていただきましたが、まあね、これからも、続々と紹介していきますんでね、チャンネル登録をお願いします。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。